自分の中に取り付いたものを出す簡単な方法としては、私は手を洗うことかなと思ってる。手を洗う、うん、全部悪いの出てけってシャワー浴びるし、私心霊スポットから帰ってきたら、あとはお風呂に浸かると毛穴からお化けってピューって出てくる。毛穴から本当に汗みたいに。すごい。でバスタオルで拭くと、はい、つく感じ、だからすぐ洗うかすぐ捨てるかする。そのバスタオルを。好きと楽しいをシェアするデートのオカルト部です。イエーイ、よろしくお願いします。自分みたいに霊感がない人が、うんうん、まああんまり良くはないと思うんですけど、うん、霊をこう寄せて体に入れる方法は、霊がいるなっていう気配がちょっとここいそうだなってところで、うん、さっきみたいにこう意識をこう任せるような、そう、全部重力がなくなりました、はい、ふわーってなりました、無になりました、うん、自分はまし、なんだろう、透明人間です、うん、どうぞみたいな。あ、霊感がない人でもそういう風にやると、もしかしたらこう入ってきてくださる、うん、あとはものすごくそこに感情移入すること。うん、うん、例えばこういう風に亡くなった女性がいます、あ、分かる、私もこういう時こうだったからって自分の思い出とリンクしたり、その人の感情になってものを考えて、もう涙でもするぐらいリンクできると知らずに入ってたりするね。できそう。そっちはちょっと難しいかもしれない。人の気持ち考えなそうだもんね。まずそっちからじゃない、やるとしたら前者の方ですかね。いやもうね、もうだからさらけ出すみたいな、うん、あ、だからあのサウナで最後整ったみたいなののギリ手前の感じ、それそれそれ、あのファーってもうなんか毛穴から全部出てっちゃいました自分の自我はみたいな時あるじゃない。、はい、でどうぞって言えば入ってくる可能性はあるかもね。なるほど、うん、でもこの前取り憑かれる寸前まで行ったよね。うん、さっき動画でおっしゃっていただいてました。どうやった時にもうなんだろう、自分の体がすっぱだかぐらいリラックスできる。あ、でもやっぱお酒飲んだ時とか。お、うん、この前飲まなかった？さっきの写真のタイミングでは飲んでないで、休憩でちょっと皆さんで談笑しましょうみたいな時とかは、うん、まあ、持ち寄ったおつまみとか缶ビールとかは軽く飲んだぐらいですね。うん、だから霊感がない人もほろ酔いの時とかっていうのは見えやすくなるから、うん、うん、そうやって取り憑かれたい人は飲んで、うん、ある程度リラックス、そうそう、リラックスしてっていうのも方法の一つかな。なるほど、うん、ちょっとじゃあ今度、最近心霊スポット一人で行くこと多いんで、うん、まあもしかしたら見てる方もそういうことやってる方いるかもしれないんで、うん、そういう方はちょっと飲みながら、友達にここに行くよってちゃんと伝えてから行きなよ。そうですね、確かに。そうですね、お前にね、樹海で話したスタッフさんみたいに今どこにいるか分かんないみたいになっちゃうとね、うん、命の危険がある、きっとどこかで元気にしてることを信じてはいるけど、うん、あっさ、どこ行ったってなると。そうですよ ね、でも事前にオカルト部には連絡してから行くようにします、うん、そうしてください。でもなんか変なその強いのが入ってきちゃうみたいなのもあったら怖いなと思って。そうね、だからその可能性はあるかもよ、はい、普段あまり取り憑かれないとか、そういうお化けに同調できないとかだと、ものすっごい強いものだったらバッサを攻略できるっていうのはあるかもしれないね。でもそうなったらもうだから取れる人は誰もいないから、あとどうにか自分でしてくださいって私は思うかもね。その強い霊と弱い霊ってなんかこう区別みたいなのできるんですか、うんうん、なんだろうね、ドラゴンボールでいうスカウターみたいなのが反応する感じ。別にここに眼鏡つけてないし戦闘能力は出てないんだけど、はい、なんとなく、だからほら試合とかでさ、剣道とかで例えば構えたら、構えただけなのに、うんうん、こいつ強えみたいな時あるでしょ。まあ剣道一回もやったことないけど、あるって言うじゃない、はい、そんな感じ。あ、うん、絶対勝てないとか、なんかオーラみたいのでパッて感じる。お化けはね、あんまりオーラない。ない、うん、お化けはもうみんななんかよどんでるから、うん、うん、現象が激しいとその霊って強いのかなって単純に思っちゃったりするんですよ。物音が強めだったりとか、そういう判断っていいんですか。まあその場合もあるし、あと人数が多いこともあるよ。人数が多い、例えば強いの1人なのか、はい、弱いの100人なのか、
扉叩く音は同じ音かもしれない。あ、うん、あ、そういうパターンも確かに。万が一大きい方に取り憑かれたらどうにもできないね、うんうん、だから私が心霊ロケに行った時に明らかに自分より強いものがいた時はルート変える、歩いてるルートを、みんながなるべくあっち側見ないようにとか、あっちに同調することがないようにとか、うん、あ、こっちに何か音が聞こえましたねとかって、その時は聞こえてないのに、うん、誘導しちゃったりするよね、うん、その人が誰かスタッフさんがそのお化けに取り憑かれた場合、私とか霊媒師ではもう太刀打ちできないから、うん、だからそういうこともしちゃうね。なるほど。万が一そういうロケとかで、うん、取り憑かれてしまった場合で霊媒師がいない、特にこういう YouTube だったりとか、うんうん、もちろん、はい、そもそも行くなって話だからそういう時は、まあ、皆さんこう、はいはい、友達とかと行ったりすることもあると思うんですけども、うん、そういった時に結構塩を撒いたりとか、うん、ああいうのやっぱり効果っていうのは期待できるものなんですか？私 YouTube で、はい、ブッサンネルっていうね開運チャンネルやってるんだけど、その中でちょっとなんだろうな、ここから悪いのをなくすために塩を撒いて足の裏につけてそれから登山しましょうみたいな共演の方がいたんだけど、その時のコメント微妙に荒れ始めてんの。なぜかっていうと土に塩を撒くと塩害起きるらしいのよ。草木が枯れる、はい、でなおかつ塩は分解できないから、まあ、除草効果が延々続いてしまうのではっていう、まあ、量が多かった場合の話だけど、うん、だから私あんまり塩を撒くのは道端にとかね、その土とかに撒くのは絶対おすすめしないんだけど、お化けによっては塩を投げてもでみたいな、うん、だからもう生前の記憶と一緒よね、お化け。でもバッサー今何されたらイライラする？イライラする、うん、あんまりイライラしないんで、うん、だ例えば塩かけられてイライラする？あ、ちょっとしょっぱく美味しいみたいなだからその程度よ、お化けも、うん、なるほど。うわー、退散してしますみたいにはならない。ああ、はい、やめてくださいみたいな人もいるし、逆ギレして何かけとんじゃんみたいに怒る人もいるし、うんうん、だから全てが全て除霊できるとは思わないけど、自分の中に取り付いたものを出す簡単な方法としては私は手を洗うことかなと思ってる。手を洗う、うん、手とか、あとまあ人によっては首筋とか、うん、なんかね、出て行きやすいポイントっていうのがいっぱいあるんだよね、お化けが外に出て行きやすいポイント、はい、で、その人それぞれ違うから分かんないんだけど、手にある人が多かったりするので、冷たい水で手を洗って、その水とともに自分の中にある悪いもの出てってますって信じ込む。で、信じ込むことで自分の気持ちが明るくなるから、こっから手から抜ける場合と、あとはなんかこいつポジティブになって居心地悪いなって言ってお化けがそのまま出てってくれる場合とかあるから、そうね、だから手洗いとかは大事だなと思うね。うん、お風呂とかはどうですか？うんうんうん、なんか心霊スポット夜中行って、うん、朝帰ってきて、まあ、体をきれいにするっていうのと、うん、あと、まあ、さっきおっしゃってたようになんか取り付いてるもん出てけと思いながらお風呂に入ると効果ってありますか？うん、そうね、だからシャワー浴びる時も全部悪いの出てけってシャワー浴びるし、私心霊スポットから帰ってきたら、あとはお風呂に浸かると毛穴からお化けってピューって出てくる。毛穴から本当に汗みたいに、すごい。そう、だから怪しい話なんだけどピューって出てって、でバスタオルで拭くとつく感じ、はい、だからすぐ洗うかすぐ捨てるかする、あ、そのバスタオルを。それそのまま置いとくと、置いとくともう一回体次の日拭いてしまったら戻ってくるかなっていう気がして。逆にそれ洗濯機ガラガラ洗っちゃったらとか、そういう時はね、そのバスタオルだけやる、単独で、うん、だから運気悪いなとか最近失敗続いたなって時も同じ方法でやってる。なんか目に見えない悪いものが、なんでしょうね、赤みたいに溜まってんのかなっていう気がするから、はい、拭いたらもうすぐ洗濯機、それだけ、うん、ってしてるね。